と言うわけないやん。その声ノイズつった？うんうんうん、天使天使。なるほど、天使つった。今回はですね、なんとお遊び企画でございます。日頃なんか、みーたん下世話の下ネタ好きじゃないですか。やっぱえ、そうなんですか。みーたんは下品なものが好きな女の子でございましてね、今回、はい、先輩直伝なぞなぞをしていきたいと思います。あーっと、お下ネタなぞなぞがねありましたので、え、私下ネタとかちょっと昔怖い。決め決め、行きましょう。レッツゴー。はい、ということでね、今回やるのは、なぞなぞなぞ。みーたんは解けるのかどうか、なぞなぞなんでね、ちゃんと答えはあります。あ、なるほどっていう答えあるんでね。任せてくださいよ、なぞなぞでしょ。得意なぞなぞ。割と得意。まあ、ぼちぼちっていうところかな。なるほど、そんなみーたんはちゃんとできるんでしょうか、なぞなぞ。世界数が低かったら、まじるちゃんに焼肉をおごるっていう。またかよ。毎度毎度焼肉をおごるっつってない。じゃあ何よ。焼肉以外何が高級だっていうのよ。逆に怒ってほしいわ。では早速第1問目いきたいと思います。第1問、ででん。男が優しくはめてあげたら女が喜ぶものってなんだ。回答権は3つまで。3つまで3つまで。待って待って、真面目に答えた方がいい。普通に真面目に答えてほしい。女性が喜ぶもん。うわ、喜んでますね今。やっぱロン。そっちなんや。ちなみにバツ。え、ガチめに？ガチめにバツ。ガチめに合ってると思ったん？え、だって女性がはめてもらったら嬉しいやつやろ。男が優しくはめたら女が喜ぶもの。どうもや。なわけないじゃん。生の方がいい人もいるでしょ、これに関しては。あ、確かに。見たもそうだし。見たもそうなん。全然あれ聞きたなかったけど。なんで違うよ。そう考えたら、うん、カス。だって優しくはめたらやろ。ちょっと難しいなあ。あーってなるよ。何はめられて嬉しい。まあ、彼氏とかでもいいよ。あ、指輪、はい、正解。指輪でした。ノームとかチッポとかほんまに。いや、今回ただその綺麗な動画やからね。ただ謎謎するっていう。まあ確かに。じゃない？謎謎って別になんか汚くないやん。ではじゃあ次行きたいと思います。足の指の間の中で一番感じるのはどの指とどの指の間？え？足の指の中で一番感じる。これガチでよくわからないけど、何これ。いや、めっちゃでっけえやつでも出てきてないけど。ちょっと待って、答え見てもわからんわ。右親指と左親指の間。いや、意味わからない。え、ただこの問題作った人が感じるところってこと。そんな教えられても知らない。じゃ次次次、これ違います。これ間違いです、ごめんなさい。それなかったことで。なかったことでしょ。じゃあ次、ケーキ屋の娘はケイコ、洋館屋の娘はヨーコ、では、まんじゅう屋の娘は何個？こ、カツ。なんで汁出したね。まんじゅう屋の娘さん何個ですか。ちゃんと考えたら何とかこってあるやろ。10個。10個って何。まんじゅうは10ね。うん、そう、10個。違います。正解はですね、あんこでした。いや、だからまんじゅうだってさ、種類あるやん。中身があんこというわけでもないでしょ。お前何まんじゅうしてんのじゃん。で、白あんとかやったら白子かもしれへんし。でもあんじゃん。納得いかんけど、まあいいか。では次行きます。真夜中に2組のカップルがあることをしています。そのうち1人の女性は初めてだと言います。よーし、ずっぽりと入ったよ。痛い、私泣いちゃう。あっち。このカップルたちは一体何をしているでしょう。くす。いや、違いますね。あー、ずっぽり入っちゃった。痛いけど我慢するって言った今。痛いけど我慢するって。泣いちゃうって言ってる。あ、泣いちゃうね。はいはいはい。なんでちょっとストーリー付け足したね。これちょっとなんか難しいですね、答え。みったん多分やってないと思うんで難しいと思いますね。やってない。やってなさそうですね。え、別にどこ開発したかの話じゃない。あ、違うんだ。なんか真夜中でしょ。別に時間は関係なくやる人もいるけどね、これは。ちょっとでも私モヤモヤするな。それちょっと自分多分分からへんのさ、やったことないやろ。あ、そうね。じゃあ正解はですね、麻雀。あー、麻雀のネタかそれ。私泣いちゃう。あ、チーって泣いちゃうって、その泣いちゃうのね。ポンとかチーとか泣いちゃう方だね。あー、そっちのね。それはちょっと分からへんな。マイズマミッタンがね、分からなかったみたいです。次行きましょう。初めての時はなかなか上手にできなくて、いろんなところを使います。最後に、穴に棒を入れてフィニッシュ。これって何？え、
ち。ちょっと可愛く言ったら OK やと思う。ちゃんと真面目に答えて。棒に入れてフィニッシュ。最後に穴に棒を入れてフィニッシュ。これって何？これ真面目に答えていい？いいよ。輪投げ。なんでや。え？あ、じゃあは。穴に棒を入れるの。まあでも近い。か？なんで輪投げから展開になっちゃったの？なんだ。遊びでしょ。遊びだよ。遊びだと思ってんのってこと。いや一人遊びやんけ。ああ穴に棒を入れてパパーンってなる。パパーンってなるの。うわー、うん、すげーって。え、吹きだから。え、絶対わかる。絶対わかる。ドーナツ棒入れんやろ。まあこちら正解はけん玉でした。あー穴に棒入れてフィニッシュでしょ。あれフィニッシュでも、フィニッシュって言うたらあかんって。あ、でもパパーじゃん。フィニッシュって言うじゃん。でしょ、64のマリオパーティーとかフィニッシュって言うじゃん。では次行きましょう。口の中に玉を入れると何になる。あれじゃない、 SM とかに使うやつやろ。それよだれだだに鳴らしながらするやつちゃん。えぐいって。例えが違うって。もう経験はないですけどね。あれやろ、みたちにあるでしょあれ。いやー、ほかしたほかした。なんだ、うん、SM グッズ紹介の時にね。あー、みたんがよく使ってるやつね。よくは使ってないんだよね。よくはって言ったらめちゃめちゃ。何にも使ってるみたいな。そう、マジ何も使ってない。口の中に玉を入れると何になる。玉。口の中に玉になったら困るやろ。プレイだよね。プレイじゃないって。じゃあ正解はですね、口の中に玉で国。国？国じゃない。わー今日は大変だ。編集者さん、これピー大変だよ。漢字の国。あー、口の中に玉入れてる。口の中に玉入れてるでしょ。あ、ほんまや。ほら蹴飛ばすよ、私隣に。別にしれっと言ってたらバレへんかなと思ったよ、今な。全然国つるよ。次はあるのかい。ではじゃあ、いきます。一人ではできないので、男の人にやってもらいます。黒くて太いあれを握りしめてバックのテクニックが最高でした。さて、何のこと。バックス。答え言うて持ってるやんじゃん、私が。違うって。これはね、全然なんかできる人もいると思うけどね、一人で。あっ、ちょっと、どこ。で、一人ででもできる人はいます。いた。一人ででもできる人。あそこの奥の人たち。あ、ごめん。猛者だー。うわー、え、猛者だったー。こちらの正解は実は車庫入れだったんですけどね。車庫…車庫するなって最低も。今回のミッター謎謎力は0、1力100でお送りいたしました。結論、ミッターはとってもエッチ。あ、もうそこ認めるんや。